皆さんごきげんよう、沙織です。今日は久しぶりに質問コーナーをしていきたいと思います。先日といっても結構前になってしまったんですが、インスタにたくさんのご質問いただいたので、そちらにお答えしていきたいと思います。ではもう早速なんですが、サクサクお答えしていきたいと思います。親が大事なことを何でも占いに行って決めたがるところがあります。どう思いますか？そうだな、なんか占い私も好きで行ったりするんですけど、まあ 100% ね、信じてそれに従うっていうことはないです。でも例えば今はやめといた方がいいみたいなことをね、教えてくれたりして、まあそれも信じるか人によって違うとは思うんだけど、でもなんかやるならこの時期の方がいいよみたいなとかあるみたいなので、一応参考するしない別にしてちょっと聞いときたいなみたいなのがあって、私は行ったりとかしますね。あと自分の中ではもうこうするって決めてて、その後押しが欲しいみたいな気持ちとかだったらいいんじゃないかなって思いますね。自分の人生に疑問を感じたこととかありますか？ないです。5月に入籍します。おめでとうございます。生活費は全て旦那さんですか？うちはお財布が一つで、なんかどっちのお金っていう概念がないので、生活費は旦那さんとかそういう感じではないですね。次、沙織さんにとって1日の自分へのご褒美の時間は何をしますか？ハーゲンダッツを食べます。次、肌荒れや毛穴のない肌にするために心がけているスキンケア方法ありますか？毛穴はね、私の中でもすごい課題で、結構ね、あの黒ずみだったりとか毛穴気になるので全然何もアドバイスできないんだけど、でもビタミン系の、あの美容液とか使ったりとかしますね。あと肌荒れに関して言うと、まあ、最近そんな大きな肌荒れみたいなのは結構少なくなってきてて、っていうのはなんかちょっとお肌が揺らいできたなとか、例えば季節の変わり目だったりとか、なんかこう自分の体調によって揺らいでるなっていう時は、あんまり過剰なケアをしないようにっていうのは心がけてて、ほんとシンプルに化粧水とクリームだけにするとか、まあ、クリームもちょっとこう鎮静効果があるクリームだったりとか、ちょっとさっぱりめのものとかつけたりして、本当もうシンプルにするのが私の中ではこう肌荒れを防ぐ方法かなと思ってます。最近太ったなと思った時に気づいたらやることは何ですか？体重調整がうまくいきません。もう YouTube を見て、なんかちょっとした寝ながらできるエクササイズとかあと竹まりさんの、あの運動エクササイズしたりとかするかな。あとはちょっと長めに歩いたりとか。いつも何時に寝て何時に起きますか？最近ちょっと早くなって12時に寝ることも増えてきたかな。12時からでも2時の間ぐらいに寝て、起きるのは8時ぐらいですかね。行ってみたい地域や国はありますか？私アマゾンに行ってみたくって、結構ね、小さい時から行ってみたいなと思ってたんですけど、やっぱり動物が好きで野生の動物に会ってみたいなっていうのがあるので、ちょっとアマゾンにお邪魔してちょっとね、チラッと見たいなって思うけど、叶う日が来るのか分かんないけどね。高価なバッグを買うときはどれぐらい悩んで吟味しますか？沙織さんの動画見てセリーヌ迷い中です。セリーヌね、素敵ですよね。まあどうだろうな、物によるけど、でも今まで買ってきた、例えばピコタンとかレディディオールとかはもうずっと、まあいつか買いたいなって思ってたものなので、どれぐらいの期間っていうと、もう10年ぐらい欲しいなとは思ってたみたいな、そういうバッグだったりはするので。でセリーヌのラゲージかなとかもやっぱり使ってる方多いし、使ってる方が口を揃えていいっておっしゃってるから、もう間違いないんじゃないかなとは思うので、他になんか迷ってるものとかが別にないのであれば、私だったらすぐ決めちゃうかなと思います。沙織さんもご自宅でのお仕事多いと思いますが、家事との切り替え方知りたいです。なんか基本的に9割ぐらいは仕事をしてて、編集したりとか撮影したりとかっていうのがもう1日のほとんどそんな感じで過ごしてるんですけど、やっぱりずっと座ってるので、なんか体を動かしたいなって思ったら洗濯物を畳んだりとか、まあ、干しに行ったりとか、体そろそろ動かさなきゃなっていう時にそうやって家事したり掃除したりとかして体動かしてっていう感じなので、ちょっとあんま参考にならないかもしれないけど、はい、そんな感じでやってます。次、愛用している香水もありますか？また沙織さんはどんな香りがお好きですか？最近愛用してるのがこちらのオーパラディのウィンターベリーっていう香りの香水で、これね、ノートの視聴者さんに教えていただいて試しに行ったらすごいいい香りで、なんかでも甘すぎなくってすごくね優しい香りで、
最近これ超お気に入りで使ってます。でどんな香りが好きかっていうと、割とこう外資系のいわゆるこう化粧品ブランドっぽい海外っぽい香りではなくって、もうちょっとナチュラルな感じの香りが好きですね。ね、甘すぎずちょっと爽やかめの方が好きかな。次、最近した美容医療やドクターズコスメが知りたいです。最近した美容医療は先日またリニアをしてきました。脂肪細胞を破壊するリニアですね。今回は全部最大出力でやっていただいたので、ちょっと今この辺がね赤くなってちょっとポツポツになっちゃったんですけど、まあ、数日でこれは治るみたいなので、ちょっと今様子見してます。またちょっとね顔に脂肪がついてきたので、それをちょっと破壊したいなと思ってまたリニアしてきました。あと1月に眉間のボトックスをしました。ちょっと筋肉復活してきてちょっと動くんですけど、でもがっつりシワは寄らないです。まだ。次、5年後どのような生活を送っていたいですか。もうね、5年後はマスクしないで生活できて、好きな時にハワイに行けて、好きな時に旅行とか海外に行きたいなと思いますね。次、ピコタンに出会った経緯について詳しく知りたいです。例えばお店に行かれた時の服装や時間帯。そうだな、どうだったかな。時間帯で言うと、まあ日曜日は平日でした。何曜日か覚えてないけど、週末ではなくて平日で、平日のお昼間ぐらいで、で服装に関して言うと、別にこういう格好してたから出してくれたとかじゃなくて、私はもう行く前に電話して、今日って入ってますかっていう風に、その近くにあったお店に電話して聞いたら、ありますよって言われたから行って購入したっていう感じなので、なんかこれ着てたから出してくれたよみたいな感じとかではなかったので、特に服装に関しては参考にならないかなと思うんですが、まあ、平日のお昼間でした。結婚するときいくらぐらい貯金がありましたか。いくらぐらいあったかな。いやでも全然なかったと思う。私がなんかいきなりこうブランド物が欲しくなった時のために貯金していたのが100万円とかそれぐらいだったので、それの貯金しかなかったので、なんか将来のための貯金みたいなのを全くしてませんでした。沙織さんの得意料理を教えてほしいです。最近のヒット料理はペペロンチーノです。なんかすごい美味しいペペロンチーノ作れて、夫もすごい気に入ってくれて、結構ね短期間でリピート 4,5 回ぐらいして食べてます。お金をかけるもの、お金をかけないものの線引きはありますか。自分がそのものの価値をしっかりと感じているかどうかっていうところかな。なので例えば、まあ、自分がその分野に詳しいかっていうことにも言い換えられるかなと思うんですけど、例えばなんか新しいことを始めますってなった時に、まだやってみてないからやっぱりそのものがまず続けるのか分かんないし、それでなんか使うものの価値がどんなものなのか、そのお値段が高いものがどれだけいいものなのかみたいな判断がまだ分かんない時期じゃないですか。だからそういう時は安いものから買って、で自分がちゃんとそれを、何の話か分かんないけど、なんかそれを習得して、ちゃんといいもののいいものがいいっていう価値が分かるようになった時に買ったりとかするかなと思いますね。ちょっと今いい例が思いつかなくて申し訳ないんですけど、価値っていうとなんかまあ偉そうというかあれだけど、まあ、自分の中での価値がちゃんと高いなと思ったものに関してはお金をかけるっていう感じ。もちろんそのものの価値がどうとかっていうわけじゃなくて、自分の中での価値があるなっていうふうにしっかりと思えたものに関しては全然お金をかけるかなと思います。沙織さんはお料理する際添加物など気にされてますか。なんか前はすごい気にしてた時期もあったんですけど、まあ、最近は半々ぐらいかな。まあ、基本的に野菜で何かを作るみたいな料理をすることが多いんですけど、まあ、野菜なのでまず添加物はないじゃないですか。でなるべくオーガニックのものとかを使うようにはしてるんですけど、でまあ主に調味料がこう問題になってくると思うんですけど、調味料も割とシンプルにお醤油、みりん、お酒、塩、砂糖みたいな感じのラインナップで、ほんとシンプルな味付けとかこうそういうのを組み合わせてなんか自分で作るみたいなことが多いので、できてる調味料なんかこう簡単に
作れる調味料みたいなのをあんま買わないので添加物とかは取ってないんじゃないかなとは思います。まあでももちろんいつもそうではなくってちょっと手抜きするときはレトルトとか使ったりするので、まあ、そういうときは割り切って食べたりするんですけど、なるべく少ないようにっていうのは一応考えてはいます。次、新しいバッグを買うとき旦那さんに言いますか、自分の貯金とかだと事後報告ですか。自分の貯金っていう概念がうちにはなくって、お財布一緒なので一緒に貯金していってっていう感じなので、買う前に一応これ買うねっていうのは言ってます。でも許可を取るっていうよりは、まあ、いきなり買ってきたらさすがにさびっくりしちゃうと思うから、これ買うねっていうのは言ってますね。でお互いに割とそれって衝動買いじゃないよねみたいな、ちゃんと考えたみたいなのは一応こう確認はして、それだけ欲しいんだったらいいんじゃないみたいな感じのお互いにちょっとした審査みたいなのがあってから購入するっていう感じかな。次、ご主人と服のテイストを合わせたりされますか。ご主人も普段から綺麗めなスタイルですか。綺麗めではないですね。なんか色は黒と白とネイビーとかしか着ないので、まあ、本当シンプルな感じではあるんですけど、まあ、綺麗めかっていうと割とカジュアル系のなんかスニーカーいつも履いてて、ジョガーパンツみたいなやつ履いたりとかしていて、まあカジュアル系だけど色がシンプルだから、まあ、シンプルっぽいみたいな感じの服装なんですけど、私は夫と出かけるときはあんまり綺麗めな服装はしないです。もう基本ね、イブちゃんと一緒だったりするので割とカジュアルなので、本当私もカジュアル系のことが多いかなと思います。次、美容のモチベーションが上がりません、食べちゃうしスキンケアも雑になっちゃう、どうしましょう。そんな時もありますよね。でもやっぱりスキンケアは日焼け止めだけは塗った方がいい。ある程度ね、適当になっちゃってもしょうがないけど、日焼け止めだけは塗った方がいいのと、あと1個でちゃんと保湿できるものとかがあったらそれたっぷり塗っておけば大丈夫だと思うから、なんか手抜きはしつつもちゃんと効果発揮できるものをちょっととりあえず揃えておくといいんじゃないですかね。次、普段見ている YouTuber さんいますか。いっぱいいます。100ぐらい多分登録してて、100以上だと思う。多分めちゃくちゃ登録してるのでいろんな方の見てるんですけど、もうほんと最近ハマり始めたのは平成フラミンゴさんで、ね、遅いと思うんだけど、マネージャーさんに教えてもらって見始めたらめちゃくちゃ面白いじゃんと思って、ほんと最近なんですけどね、見始めました。あとはカジサックさんとか、あとかまいたちさんとか最近よく見てます。 YouTube 始めようと思ったきっかけは何ですか。きっかけはとにかく YouTube が好きだったんですよね。私今30なんですけど、10年前なので20歳ぐらいの時に1回こう海外で YouTube が今流行り始めてるんだけどやってみないっていう風に声をかけていただいたことがあって、もうその時は多分日本の方はあまり多分ほとんどやってなかったと思うんですよ。でもう想像がつかなくて、なんか買ってきたものを紹介したりするんだよみたいに言われたんですけど、買ってきたもの紹介してる人見て何が楽しいのって思ったんですよ、その時は。今はすごい面白いんですけど、あ、ちょっと私動画とか苦手なんで大丈夫ですとか言ってお断りしたんですけど、その時は。そうね、でもちょっとこう頭の片隅にあって YouTube は。でその後にミスコンに出たりとかして、まあ、表の活動をいろいろさせていただいたりとかはして、こうちょっと発信活動みたいなのはしてたんですよね。でそしたらこうだんだんと日本でも YouTube が流行り始めてきて、いろいろとこう YouTube 見てるとやっぱり美容系の発信とかすごい面白くって、仕事してる時間と寝てる時間以外はずっと YouTube 見てるっていう生活をしてたので、いつか私もやりたいなって、あ、これが前言ってた YouTube かみたいな感じで思って、そう、それでいつか私もやりたいなって思ってたので、勤めていた会社を辞めるタイミングで始めることにしたっていう感じです。始めたかった理由っていうのは本当いろいろあって、なんか多分前も何度もねお話ししてるからちょっともういいよって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私はアパレルの会社で販売をしていて、まあ、接客をさせていただいてたんですけど、やっぱりそういう時ってこう目の前の一人のお客様にしかそのお洋服の話とかこのコーディネートおすすめですよとかができないじゃないですか。でいくら頑張っても1日に10人が限度、結構割とこうしっかりと接客をして最初から最後まで一人がつくっていう感じのスタイルのお店だったので、すごい混雑して忙しい日でも多分10人ぐらいしかこう接客は
させていただけなくて、普通の日だと多分 2,3 人とかだったと思うんですよね確か。でもやっぱりもっとこう洋服に関してとか、こんな可愛いものあるよとか、こんなコーディネートできるよとか、もっとたくさんの人に伝えたいなっていう風に思ったんですよ。 もちろん直接お会いしてお話ししてっていうのも大切だけど、やっぱりこの SNS がある世の中においてもっとこうたくさんの人に発信できるんじゃないかなって思ったのもあって、結婚を機に会社を辞めるっていうタイミングで始めたっていう感じです。長くなっちゃった、まあ、いろんな理由がこう重なって始めたっていう感じです。次、沙織さんと同じイエベハルエレガントタイプですが、服選びで大切にしていることは何ですか？一言で言うのであれば華やかさっていう感じなんですけど、やっぱりシンプルすぎるものとかがやっぱ似合わないんだなっていう風に思って、で特に私イエベハルの中でもブライトスプリングっていう鮮やかな感じのカラーが似合うタイプらしくって、でかつエレガントタイプなので、エレガントっていうのは結構こうまあ名前の通りちょっとゴージャスな感じだったりとか、大きな柄物だったりとかっていうのが似合うタイプなんですけど、もうその色にしろエレガントタイプにしろやっぱり割と派手めなんですよね。そうなので、基本的には華やかっていうのを意識しながら選んだりとかはしてますね。次、他人から言われた言葉で傷ついたり落ち込んだりしたことはありますか？また落ち込んだらどうやって気分を上げますか？傷ついたり落ち込んだりしたことはあります。やっぱり言われた瞬間はやっぱり傷つきますよね、人間だから。ただ寝ると忘れます。都合がいい脳みそなので、寝るとすっかり忘れてしまうんですよね。そんなことをずっと考えてることに割く時間はねないじゃないですか、みんな。そうだからだいたいね寝ると忘れてるんですよね。コメントとか DM でも心ない言葉をねかけられたりしたことはあるんですけど、なんか言われたことあるなっていうのは分かってるんですけど、じゃあ具体的になんて言われたかっていうのが全く本当に思い出せないぐらい覚えてないんですよ。どうやって気分を上げるかっていうと寝る。あとはやっぱ忙しくしてるとさ、そんなこと考えてる暇ないから、なんかこう予定入れたりとか、まあ、仕事したりとかっていうことで脳みそを使ってると多分すぐ忘れちゃうんじゃないかなと思いますね。次、お化粧直しに必ず持っているコスメは何ですか？イニスフリーのノーセバムブラーパクトとレブロンのキスシュガースクラブです。次、自分でキャリアを築いていきたい気持ちもありつつ、結婚して海外で専業主婦をしている友人を見るとモヤモヤします。沙織さんはこのような思考に陥り他人と比べることはありますか？私は正直ないかなと思いますね。まあ、多分一番のモヤモヤする理由は自分がどっちで行くかっていう気持ちがしっかりと決まってないっていうところだと思うので、それはやっぱりある程度の覚悟をね決めなきゃいけないのかなって思うんだけど、でももしかしたらその友達でね専業主婦をしている人も本当はこうキャリアを築いていきたかったなって思ってるかもしれないし、もうないものねだりなんじゃないかなっていう感じはするんですけどね。もう全ては自分がどうしたいかだと思うので、時間をとって自分と向き合って自分がどうしていきたいかなっていうのを考えていくといいんじゃないかなと思いますね。次、旦那様とは付き合ってどのぐらいで結婚されましたか？付き合って1年でプロポーズをしてもらって、そのまた1年後に入籍挙式をしました。次、沙織さんは爆食いしたくなることありますか？普段意識して食べてるもの知りたいです。爆食いしたくなることあります。ポテチとか大好きだから食べたくなることはありますね。でそういう時は食べます。でもなんかずっとダラダラ食べるというよりはこうメリハリをつけて、食べる時は食べる、食べない時は食べないみたいにするようには一応してます。であと普段意識して食べてるものは野菜、キノコ、お豆腐、納豆、キムチ。次、毎日私服通勤何を着ればいいか迷います。一着1万円ぐらいでおすすめなアパレル教えてほしいです。なんか私もこう会社勤めだったら着るなって思ったのはナチュラルビューティーベーシックとかは割と綺麗めな感じの洋服が多いので、お値段もこう高すぎない感じなので、ナチュラルビューティーベーシックとかは着るかなと思います。まあ、実際会社勤めしてた時結構着てたかな。あとはなんだ、ブラステとか。次、ファッションの参考にしている媒体などはありますか？センスの磨き方、流行の取り入れ方など。そうだな、なんか私はあんまり流行流行って
って感じでもないかなと自分では思ってて、そうだからそんなね、なんか超流行りのスタイルが得意っていうわけではないんですけど、一応こう雑誌は目を通すようにはしてるので、 D マガジンに登録してるので、若い人向けのはあんま読まないけど、自分以上の雑誌はバーっと全体的に目を通すかなっていう感じですね。なのでオッジ、クラッシー、ベリー、マリソル、ワンサンカン、ボーグ、エル、ハーパーズバザー、プレシャスとかそういう感じかな。次、会社員として働いていた時、年収を上げたい、出世したいという気持ちはありましたか？なかったです。出世したいっていう気持ちがないなって気づいたっていうのもあって、あ、ここにいても私もうできることないんじゃないかなって思ったのも辞めたきっかけの一つだったんですけど、お洋服が好きで入ったから、別にじゃあその中でマネジメントしたいなとかそういう方向にはいかなかったんですよね。多分ただ服が好きで、服に囲まれてお仕事ができたらそれで幸せだなって思ったから、マネジメントとかこう人の上でこう仕事するとかっていうのはもう絶対にこう向いてないし、あと組織の中のいろんなあれがあるじゃないですか、しがらみっていうとあれだけど、そういうのでなんかやっていくのは絶対向いてないなと思ったから、そうだから会社の中で上に行きたいみたいなのは全くなかったです。で、年収を上げたいっていうのも、まあ、基本的にはもう年功序列みたいな感じだったので、まあなかったかな。じゃあこれ最後のご質問にしたいと思います。久しぶりに自分にお金をかけようと思ってます。何から始めるのがおすすめですか？いいですね。私がおすすめなのはやっぱりヘアケアというか美容院に頻繁に通うことかなと思ってます。やっぱり髪の毛が綺麗に整ってると、あ、素敵な方だなっていう風に見えるので、やっぱり美容院は月1、私はもう学生の頃から月1で通ってたと思うんですけど、理想的なのは3週間に1回だなっていう風に今思ってるんですけど、 それぐらいをしっかりと通ってあげるのがまずはいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。ちょっと久しぶりの質問コーナーになってしまったんですけれども、そして全部はお答えできなくて申し訳なかったんですが、ちょっとでもお楽しみいただけていたら嬉しいです。また質問コーナーをやるときはインスタで質問募集させていただくので、まだの方はぜひフォローよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ごきげんよう。